チキチキマシンモーレース、チキチキマシンモーレース、チキチキマシンモーレース、現代は、ハンナ・バーベラプロダクション制作のアメリカのテレビアニメで、ある。アメリカでは、1968年9月14日から1969年1月4日まで、CBS で17回、全34話にわたって放送。日本では、1970年4月6日から同年7月27日まで、 ネットテレビ、現、テレビ朝日とその系列局で毎月曜19時30分20時、日本標準時に放送されていた。11台の個性的なレーシングカーとそれぞれのドライバーたちが、荒野、峡谷、砂漠、雪山などのバラエティに富んだコースで繰り広げる、カーレースを一話完結で描く。現代のは、ヘンテコリンなレースを意味する。 元ネタは、ブレイク・エドワーズ監督の1965年制作のグレートレースと言われる。日本語、タイトル、チキチキマシンモーレースは、1968年に日本で公開されたミュージカル仕立ての自動車映画、チキチキバンバンから、チキチキを撮り、1969年に、マルゼン石油、現、コスモス石油が放送したテレビ CM で、 小川ローザが口にしていたセリフを猛烈を猛レスと変えて命名された。日本語版作成にあたってはオープニング曲を作り替え、日本向けのキャラクター名を設定し、吹き替えでも声優によるアドリブの多様や、オリジナルではほとんど言葉を話さない犬のけんけんにセリフを与えるなど、音響監督の多角は新一郎によって大幅にアレンジされている。本放送の際には、 毎回最後に次回の優勝者当てクイズコーナーがあり、正解すると抽選でプレゼントがもらえた。全34話で放送本数は全17回と多くないが、1970年代を通して東京12チャンネル、現テレビ東京の漫画の国枠などで全国的に再放送が繰り返され、様々なプラットフォーム向けのコンピュータゲームにもなるなど、 日本での人気は高い。日本語版演出を担当した高桑新一郎によると日本での人気は本国アメリカ以上だという。1990年からは日本コロンビアが半券窓口となり12月には日本でビデオソフトが発売され1992年11月時点で7関係で20万本を売り上げた。1990年代半ばには キャラクターグッズが多数発売されるなど、本作キャラクターの献献ブームとまで言われた。その後も、カートゥーンネットワークが1997年の開局当時から本作を断続的に放送している。2000年には、テレビ東京系のアニメ枠、トムとジェリーと、愉快な仲間内で放送され、2001年には、コレクターズボックス、2005年には、 ワンコイン DVD も発売されているほか、2010年からはワーナーオンデマンド内で有料配信されている。また、2018年1月30日より DTV チャンネルでリアルタイム配信されるチャンネルブーメラン。にて、2017年から制作が開始されている新作が日本初放送された。その後、2019年4月29日に カートゥーンネットワークで10連休だよ。カートゥーン GW スペシャルチキチキマシンモーレース。として日本初放送された。なお本作はハンナ・バーベラプロダクションとして制作する TV シリーズとしてはパワーアップアフガールズ以来であり、創立者二人と日本語版演出の死去後の初の TV シリーズとなる。カッコ内は日本放映時の声優。 本編のナレーションを務める実況中継アナウンサーは、野沢なち、上田明氏、2017年版が担当した。一人称は、私または、僕で、声のみで、素顔は画面には一切登場しない。一度だけ手だけが登場したことがあった。ビデオ版の冒頭ナレーションは、増岡博が担当している。以下、写真は、グッドウッドフェスティバル・オブ・スピードで展示されたレプリカの、 もの。なお、レース中は妨害ありインチキあるとほぼルール無用だが、他人のマシンでゴールしたり、ゴール手前で先端を伸ばすなどの行為をするとさすがに、失格となる、いずれもブラック魔王が沿った。岩石オープンは、原始家族、フリントストーンのキャラとマシン、クマハチは、ヨギベアのキャラ、ヒュードロクーペは、ドボチョン一家の幽霊旅行のマシンからの、カッコ内は声優、の場合は、 アニメ、ゲームとなっている。全34話。日本でも全話がテレビ放送されているが、第四話については、本放送当時の吹き替え音声を紛失しており、DVD には特典映像として、言語版のみが収録されている。1991年に住友ゴム工業、ダンロップブランドのスタッドレスタイア、グラスピック、後の DSX、ウンターマックスの CM に、 ブラック魔王とケンケンが登場した。1993年にカルビーが札幌ポ,ポテトをリニューアルした際にアニメのケンケンが実写合成かつ声付きで登場する同製品のテレビ CM が約1年にわたって放送されグッズプレゼントも展開された。2013年からブラジルで放送されているプジョー208の CM には 本作のキャラクター及びマシンが実写で登場し、208と競争するというシーンがある。本作に登場するキャラクターのうち、ミルクちゃんとギャングセブンは、ペネロッピー危機一発、ペネロッピー絶対絶命へ、スピンオフしている。ただし、日本語版の制作スタッフが異なるため、日本語版でのキャラクター名は、本作と異なる。そのため日本語版演出は、高は一郎ではなく、 吉川敦氏が担当しているが、日本語版制作は、チキチキマシンモーレースと同様、千代ダプロダクションが務めている。ブラック魔王とケンケンは、後に、スカイキットブラック魔王並びに、偉大なる、ケンケン劇場にスピンオフした。こちらは日本語版制作スタッフがほぼ変わらないため、そのままの名前で登場している。ここでは、ブラック魔王たちの作戦室や、 魔王の自室にゼロゼロマシンや優勝カップ、さらには優勝記念写真の入った写真盾等の来歴不明。その真実は、後日の優勝記念品があり、エンディング主題歌も本作の歌詞替え版であるなど、本作との関連が強調されている。ただし前日の通り、コウモリボスは登場しない。1976年に制作され、 ABC で放送されたでは、新トムとジェリー、現代、ザ・トムジェリー賞や、ジャンボゴリラの大冒険、現代、とともに、ケンケンを、刑事、コロンボを思わせる、私服警官役で登場させたという作品を放送。この作品は、NHK 総合テレビで、スーパー刑事ー、ボロンゴというタイトルで放送された。1978年に制作され、 同じく ABC で放送されたハンナ・バーベラプロ作品キャラを集めた漫画オールスター面白オリンピック現代ではケンケンが卑怯なことが好きで毎回本作のような妨害を仕掛けるろくでなしチームのキャプテンとしてボロン語の状態で登場ブラック魔王も後の別作品でブラック魔王白爵とメイメイというキャラにリファインし同チームのメンバーとして登場している この作品は日本では漫画の国で放送された。1986年に制作された、同じく、ハンナ・バーベラアニメ作品キャラ集合作品、ハンナ・バーベラ秘宝探検団、現代、では、ブラック魔王とケンケンが、レギュラー出演、毎回探検隊、メンバーは、熊五郎、ブーブー、スミス、ハックル、マック。司令は、 大将が手に入れようとする財宝を横取ろうとするが、本作のごとく失敗するというパターンである。この作品は日本ではテレビ未放送でビデオ販売のみ。主要キャストは、ブラックマ王をオリジナル版で声優を務めた、大塚地下王の子息の大塚明夫が、ケンケンを上田明氏、ミルクちゃんを井上菊子が、ドラチビ伯爵を、立田直樹が、木里くんを、 星野隆則が担当する。その他のキャストには山根舞、遠藤綾、林林子、山本金平が名を連ねた。日本独自のキャラクター名や独特のアドリブは本作でも健在。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。